立憲民主党の今井さんが国会においてこのような発言をしてしまいました。でこれはの指摘だけにしておきますけど、ど、あのー、報道でですね台湾にアストラゼネカんのワクチンを提供することを検討、<laughs> 元木大臣はの、いろんなところに検討するとおっしゃってましたが、あのー、これ、すみません、外を聞いていただいてますけど、指摘だけにしておきますが。 今あの日本でアストロゼナガ社の承認を受けているのに関わらず接種してないんですね。いろんな懸念があるからと。で、自国で懸念があると言って接種をしていないワクチンを他国に出すということは、えー、間違ったメッセージを出しかねないということをとても心配してます。台湾は大事な友好な国でありますし、えー、そういうところに余計な誤解がないように、 あの援助するときは丁寧に、えー、説明をしていただかないと、えー、そういうことを言いかねない、いう人が僕はでかねないと思いますから、えー、それは十分注意していただきたいと思いますこのようになっておりまして、今井さん、相変わらずずれた発言をなされておりますけれども、今井さん、まずですね、台湾政府・中華民国は、アストラゼネカ製のワクチン供給で正式に契約をしており、 すにワクチン接接種種をを進め、46万人以上がが受けていいいるという事実がございます、まあ、こういったアストラゼネカのワクチンについては、血栓などの問題が指摘されておりますが、まあ、台湾でもそういった問題が発生していることが確認されておりますけれども、現状はヨーロッパよりも発生率が低く、まあ、そもそも血栓ができる可能性があると分かっているのであれば、 治療法は確立しておりますので新型コロナウイルスコビ v i d 1 9と比べれば大きな問題ではなく台湾政府は今もアストラゼネカ製のワクチンの接種を進めておりますそういった中で数が全く足りていないという問題がございますので台湾政府は日本政府に対しワクチン提供を要請しているものと思われまあこういった要請は政府だけではなく 与野党にもなされてるんじゃないかと思われますが、先日ですね、この件で蓮舫さんを批判したところ、ようやく蓮舫さんからは、一応立場の表明は頂い,いておりますけれども、この今井さんの質疑を見てしまいますと、立憲民主党は相変わらず台湾へのワクチン提供には及び腰であると言わざるを得ません。現状世界において日本を含め 10か国しか十分な量のワクチンを確保しておらず、台湾など多くの国々が日本に対してワクチンが余っているのであれば少しでも分けてほしいと要請しているものと思われますので、ぜひとも今さんにはこういったずれた主張を国家において行うのではなくて、まあ、政府が台湾など 多くの国々に対し、使用しないアストラゼネカのワクチンだけではなくて、今後、実用化されるであろう、日本製のワクチンの海外への供給についても、スムーズに行われるような体制を今のうちから整えるべきだと、今後は建設的な議論や提案を 行っていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました